ワンピース、ワンピース、ワンピースは、小田栄一郎による日本の少年漫画作品。週刊少年ジャンプ、集英社にて1997年34号より、連載中。略称は、ワンピ。海賊王を夢見る少年モンキー、ディールフィを、主人公とする、一繋つなぎの大秘宝、ワンピースをめぐる、海洋冒険ロマン。夢への冒険。 仲間たちとの友情といったテーマを全面に掲げ、バトルやギャグシーン、感動エピソードをメインとする少年漫画の王道を行く物語として人気を博している。また、長年にわたりながら深く練り込まれた壮大な世界観、高知な設定のストーリーも特徴。2018年12月現在、単行本は第91巻まで刊行されており、 週刊少年ジャンプ歴代作品の中では、こちら、葛飾区亀有公園前発出書、1976年から2016年に次ぐ、長期連載となっている。国内累計発行部数は2017年10月時点で、日本の漫画では最高となる3億6000万部を突破している。また、第67巻は、初版発行部数405万部、第66巻は、 初動週間売り上げ227万5千部の国内出版史上再記録を樹立するなど出版の国内最高記録をいくつも保持している。2015年6月15日最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズとしてギネス世界記録に認定された。本作と共に長年ジャンプの看板作品であったなるとなると同様海外での人気も高い。 海外では翻訳版が42以上の国と地域で販売されており、海外でのコミックス累計発行部数は2017年10月時点で7000万部を突破。全世界累計発行部数は2018年7月の時点で4億4000万部を突破している。1999年によりテレビアニメがフジテレビ系列で放送されており、 東映アニメーション制作のアニメ作品としては、最長のロングラン作品になっている。詳細は、ワンピースを参照。2010年以降、多くの企業とのコラボ企画が実施され、全国各地で様々なイベントが行われている。以下は、主人公とその仲間、麦わらの一味である。以下の項目は個別記事を参照。本作の舞台となる世界は、 世界中に加盟国を持つ国際組織、世界政府により統治されている。しかし、海賊王ゴールド、ロジャーの処刑をきっかけに大海賊時代が到来し、海賊たちが世界各地で勢力を広げており、世界政府直下の海軍と戦いを繰り広げている。本作では、島単位で国が存在し、その多くが王国である。生活様式や、 科学技術などは、基本的に、現実世界における海賊の黄金時代、17世紀から18世紀、頃が、モデルと思われる。しかし、現実世界から大きくかけ離れた、作中世界固有の設定も多々ある、偉大なる航路と、赤い土の大陸、天電虫など、悪魔の実という、食べると特殊な能力が身につく身が存在し、能力の有無を問わず多くの登場人物は、 超人的戦闘力を備えている。海王類をはじめとする特殊な動物や、巨人や、魚人のようなアジン氏もおり、普通の人間でも、身長2メートルを超える人物が多数登場する。主人公とその人味は、海賊団を結成しているが、民間からの略奪を行うわけではなく、所有者不明瞭な物品を拾ったり、同業者である海賊たちから略奪を働くことはある。 主に各党で事件に巻き込まれ、敵を倒した後に次の島へ進んでいく。敵も同業者である海賊が多いが、世界政府直属の組織、主に海軍や一国の元首などの貢献力と戦うこともある。以下の項目は個別記事を参照。各話の扉へは、通常、本編とは無関係のイラストであるが、毎週1コマずつの短期ストーリーが連載されることがある。 そこでは本編に登場した人物のその後がサイドストーリーとして描かれいる。第18番まではワンピースグリーンにまとめて収録されている。表紙連載に描かれた後に本編に再登場したキャラ、また本編に先行しての登場となったキャラも多く、ストーリーの伏線、肉付けとなっている。本編と違いゼリフはないが、英語での短いセリフや擬音や、 などの記号はある。これら掲載作品のうち一部の作品はアニメ化されている。アニメ化の情報は備考参照。単行本の空きページに掲載されている読者からの質問に作者が回答していくコーナー。S 質問を B 募集、S するのだの略。本編では語られていない作中のキャラクターや世界観の裏設定が 明らかにされるなど人気の高いコーナー。字には読者によってここで作られた設定が作者の了承を経て公式設定になることもある登場人物の誕生日など次第に読者が勝手にコーナーの開始宣言をしてしまうなど作者が読者にもてそばれるような内容が毎回盛り込まれるように現在ではそれが半ば当然のことになっている大事は 巻ごとに差し替えられ、本編に登場したキャラクターにちなんだものになっている。50巻以降は、読者から送られたイラストも使用している。稀に読者から、ゲームやクイズが送られてくることがある。当初は3巻より、開始予定であったが、制作時期の都合により4巻からの開始となった。11巻では、Going m リ r y g 4 6巻では、 サウザンド・サニー号の図使いが掲載されたため休止。52巻から64巻まではアニメで麦わらの一味を演じる声優たちへの質問コーナーが設けられた。56巻、9巻、62巻、63巻は未掲載。読者から送られてきたイラストを掲載するコーナー。その巻で一番良かった作品は対象とされ、送り主には 作者の際に色紙が贈られる。審査の良しあしは、うまさではなく、新域だという。毎刊作者、コミックス担当者、ウソップ委員長の3人で先行して選ばれる。過去に掲載された読者の作品でも、気に入れば何度でも載せるが、対象を2度上げることはしない。また、対象に便乗するイラストを送ってくるものも多い。作品の一つ一つには必ず、ウソップがコメントを入れている。 タイトルは巻によって変わっている場合がある。対外は巻末に収録されているが、SBS の場所に設けられることもしばしばある。漫画家の藤原ゆ香や堀越公平が、デビュー前に、本コーナーに投稿してる。藤原は六巻で大賞を受賞しており、ウソップから、OHA、大賞持ってけ、とコメントされた。コミックスでのイラストは、白黒仕様となっているが、公式サイト、 onepiece.com では最終選考まで残った作品も含めカラーで掲載されている73巻以降46巻ではサウザンドサニー号の図解が掲載されたため休止2012年12月から2013年2月にかけてウソップギャラリー海賊団ウェブ出張版がニコニコ製画で開催された 週刊少年ジャンプの読者応募企画でキャラクターの人気投票が過去6回行われている。結果はそれぞれ7巻24巻43巻55巻76巻87巻に掲載されている。過去6回いずれも1位はルフィ。第5回は初めてジャンプだけでなくコミックスでも応募が行われた。39.40巻には 必殺技の人気投票が掲載されている。連載20周年を記念し、2017年に3ヶ月連続で刊行されたムック。2018年発売のボリューム4からは、機関誌として刊行される。1999年10月より、フジテレビ系列で放送されている。制作は、東映アニメーション。東映の制作したアニメ作品の中では、 最も長く続いている作品となっている。放送時間は当初は水曜19時、後に日曜19時台、そして日曜9時台後半と2度変更されている。現在でも10%前後の視聴率を保っており、朝のアニメ番組の中では非常に高い部類である。2002年第1回東京国際アニメフェア、新世紀東京国際アニメフェア21において、 東京アニメアワードのレビ番組部門優秀作品賞を受賞した。テレビアニメ化以前にジャンプスーパーアニメツアー98において上映された作品についてはワンピース倒せ。海賊ギャンザックをジャンプスーパーアニメツアー08において上映れた作品についてはワンピースロマンスドーンストーリーを参照。2000年から2002年までは 東映アニメフェアの中のメイン作品として上映。2003年からは単独上映されている。劇場版第2作ワンピースネジ巻島の冒険は、東映漫画祭り、東映アニメフェア歴代最高額となる、興行収入30億円を記録した。興行ランキングでは、同日に公開されたドラえもんのび太と翼の勇者たちを抜いて初登場1位に輝いている。 2001年年間邦画工業成績ランキングでは5位となり、第1作のワンピースに引き続き、2年連続で年間邦画工業成績ランキングトップ5入りを果たした。また、第1作と第2作がそれぞれゴールデングロス賞優秀銀賞を受賞した。劇場版第9作ワンピース・ザ・ムービー・エピソード・オブ・チョッパー冬2作奇跡の桜が 2009年第32回日本アカデミー賞において優秀アニメーション作品賞を受賞したジャンプ作品しては初受賞。劇場版第10作目ワンピースフィルムストロングワールドは映画ストーリーコスチュームクリーチャーデザイン制作総指揮を原作者小田栄一郎が務めた。全国188巻で公開され、 前売り券販売枚数363,532枚、初日工業収入5億5,300万円の東映史上最高記録、当時を樹立し、初動、公開週末工業収入は10億3,800万円を突破、スクリーンアベレージは552万円の日本記録を樹立する大ヒットスタートとなった。最終累計工業収入は二千十年上半期、 邦画工業成績ランキング第1位、2010年年間邦画工業成績ランキング第4位となる48億円を記録し、当時の劇場版シリーズ最高記録となった劇場版第12作目、One Piece ム Z は原作者の小田が総合プロデューサーとして2作ぶりに制作に参加。前売り券販売枚数はストロングワールドを上回る65万枚を突破。 全国300で公開され、初動工業収入は21世紀放画歴代2位、当時の13億7205万円、初動観客動員数は21世紀放画歴代、最高記録、当時となる114万81人を記録した。最終工業収入は、2013年下未半期、放画工業成績ランキング第1位、2013年年間放画工業成績ランキング、 第2位、2013年年間映画工業成績ランキング、第3位となる68.7億円を記録。ストロングワールドの劇場版シリーズ最高記録を更新、さらに漫画原作のアニメ映画歴代最高記録、当時、東映制作映画歴代最高記録となった。収益者の新書レーベル、ジャンプ、j b o o スより発売されているアニメオリジナルストーリーや、 劇場版のノベライズ作品。著者はすべて浜崎達也。一部は児童文学レーベル、修営社未来文庫でも刊行されている。2017年7月21日の連載20周年記念記者発表会でハリウッドで実写ドラマ化されることが発表された。制作はトゥモロースタジオが手掛ける予定。海外での人気も高く、 本作の翻訳観光版は世界42カ国以上での出版がなされ40カ国以上でアニメが放映されている日本国外での累計発行部数は7000万部を突破している2017年10月時点ドイツで開催されたフランクフルトブックフェアにおいてソンダーマン読者賞の国際漫画部門ベスト漫画賞を2005年2008年2009年と3度の 受賞を果たした。フランスで開催された第32回パリブックフェアにおいて第19回アニメ漫画大賞アニメ漫画ンスグランドプリーのアニメ部門最優秀クラシックシリーズ賞と漫画部門最優秀年漫画賞を受賞した。2013年パリ水族館でワンピースの展示会が開催され、 水族館の公式サイトではフランスで最も売り上げの高い文化財と紹介された。アニメーション映画祭としては世界最大規模を誇るフランスの2010年アヌシー国際アニメーション映画祭において長編作品部門に日本からワンピースフィルムストロングワールドとサマーウォーズの2作品がノミネートされた。イタリアセリエ A 所属のバレーボールクラブ パンラボーロモデナのリベロ用のユニフォームのデザインに採用された。カナダの2010年オタは国際アニメーションフェスティバルにおいて長編作品部門に日本からワンピースフィルムストロング・ワールドと、ミドリコと緑子の2作品がノミネートされた。ワンピースフィルムストロング・ワールドは日本のエンターテイメント作品としては異例となる連続出品を果たした。また、 2010年代12回スペインバルセロナアジア映画祭において観客賞オイエンスアワードを受賞した。アメリカのホームメディアマガジンが主催する第5回 TVDVD アワードの海外作品部門にノミネートされた。中国インターネット最大のポータルサイト当人テンセントのアニメ漫画チャンネルで中国の若い世代必属の漫画として 日本の漫画を中心に10タイトルが紹介され、ワンピースは第1位で紹介された。2011年5月15日より、中国石膏省の新聞、1 0 0号番法での連載も始まった。作者である、小田栄一郎の意向で、第1話からの連載開始となり、毎週日曜日に、漫画週刊というコーナーで1話ずつ掲載される。なお、新聞連載での名称は、 海賊王から公開王に変更されている。2014年に創刊された中国版少年ジャンプ漫画業では一般の漫画読者からのアンケートによって連載作品の一つに選ばれている。台湾ではこの作品から天竜国というインターネットスラングが生まれている。2010年春に愛知ラグナシアで開催されたワンピースの冒険が追体験できる体験型アトラクション。 これが好評となり、以後全国各地で開催されている。特に、2010年の長崎、ハウステンボスは1992年の開業以来、初の黒字を達成した。2011年7月から2012年4月には、初の海外開催として、台湾で開催された。大阪、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、USJ で、夏の期間限定で開催されているイベント。 園内にはワンピースの世界を堪能できるワンピースエリアが展開されている。2011年の初開催以降、年々イベントの規模を拡大し続けており、近年の USJ の入場者数増加に大きく貢献している。メインイベントのプレミアショーは2007年夏に初めて開催され、2010年以降は毎年開催されている。 累計動員数は2016年までに100万人を突破している。毎年違うオリジナルストーリーが展開されており、様々な特殊効果を駆使し迫力あるバトルを表現し、キャラクターのセリフはすべてアニメと同じ声優が担当している。2014年には世界のテーマパークやアミューズメント業界で世界的な権威を誇るブラスリングアワードライブエンターテイメントエクセレンス。 部門最優秀総合プロダクション賞を受けしている。2012年連載15周年を記念し、作者監修のもと行われた初の展覧会。東京で2012年3月から6月まで、大阪で11月から翌2013年2月まで開催された。2014年には初の海外開催として台湾で開催された。会場には数々の名場面の原画、 スペシャルムービーの上映、実物大のフィギュアなどが展示された。テーマ曲には、作者と信仰がある作曲家、中田康隆駆け下ろしの、パノラミックエクスペエンスが起用された。公式サイトでは限定クイズや限定グッズの、販売などの連動企画が行われた。東京の総来乗車数は90日の期間中で51万人を、突破し、同ギャラリーの開館以来、 最高の入場者数を記録した。大阪の総来場者数は30万人を記録した。台湾の来場者数は25万人以上を記録した。2012年8月から2013年9月にかけて全国各地で開催された東の海から巨人島までの冒険を追体験できる期間限定の大型展示イベント。2012年9月に 渋谷パルコパート1にオープンした公式グッズショップ。麦わらの一味の誕生日には各キャラのバースデーキャンペーンが行われ、季節ごとのキャンペーンなども実施されている。2012年11月から2013年2月には大阪で開催されたワンピース展に合わせ、会場内に期間限定で出展した。以降、期間限定開催として各地で出張回転している。 2015年には大阪、名古屋、福岡の3都市に姉妹店がオープン。同年3月、東京ワンピースタワー内にオープン。2016年4月、渋谷丸井に渋谷新本店がオープン。海外では2014年3月に台湾、台北市西門町。2016年9月に台湾国にオープンしている。成功も失敗も。 自分の実力次第という考えのもと、織田は、担当や読者からのアイデアは、基本的に受け付けていない。作中の群衆シーン、動物、煙、雲、海など、生きて動くものは、アシスタントに人数、すべて、織田自身が描いている。また、ワンピースは、少年のものであるべきと考え、作中で恋愛を描かない、殺人や死亡シーンをなるべく描かない。 戦いの後には仲間たちとの楽しいが始まるといった制約を設けていると語っている。小田は絵を表現手段と考えており、キャラが喋っている時は必ず口を開けるようにしている。また、絵に対しては雑でもいいからとにかく伝える、伝えられなきゃ描く意味がないという絵を持っている。ルフィには心理描写が一切なく、思ったことは必ず口に出すようにしている。 必ず吹き出しでセリフにしている。男性の一人称には、俺、俺はほぼ使わず、ひらがなの俺、俺で表記している。なお、麦わらの一味には、殺すという言葉を極力使わせないようにしている。ぶっ飛ばすや、倒すなどという表現にして、使用するのは極力ギャグの時や、敵キャラだけに止めている。理由は、作者が連載初期に、 祖母からあんまり殺すとか言ってはいかんと注意されことと実際に作者が友人、知り合いの死を経験し本当に良くない言葉だと思うようになったため各キャラクターの感謝やお礼の言葉は最もストレートなありがとうで統一しているルフィたちのことは麦わらの一味という呼称しか使わないと最初から決めている読者にはルフィたちのことをどう呼んでもらっても構わないとのこと 実際にアニメやゲームなどでは麦わら海賊団、ルフィ海賊団の呼称も使われている。効果音として描き文字のドン、ドドン、ドーンなどが多用されている。二0 1年以降、コカ・コーラ、H.I.S. イオン、シック、アパマンショップ、日本プロ野球、日産、ジンズ、ドミノ、エスピッツァ、ペプシコーラ、ハウス食品、ユニクロ、 シゲキックス、i x 倉寿司ラウンドワンなっちゃん日本郵便ケンタッキーセブンイレブングリコパナソニックゼストーン日本生命保険アシェリプトンジェリーグ明星食品ディーノス金霊サロモン学研オートバックスロート製薬デニーズ小島、男前豆腐店エディオンスカイマークビザカードなどと、 様々なコラボキャンペーンが実施されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。